皆さんこんにちは。こんにちは。ライライホームです。ライライホームです。本日はリクシルのショールームにやってまいりました。おお、来た来た。はい、実は今日ですね、キッチンを使ってお菓子作りをさせていただけるということで、やってました。やりたいと思います。ということは食べれる、はい、食べれます。ありがとうございます。楽しみですね。はい、はい、ではご紹介させていただきます。リクシルの横川さん。はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。何も言ってないよ。え、どうしたんですかこのオレンジ。あ、なんだこれ。あ、もう皆さんリクシルのマーションですね。はい、すっかりね。はい、はい、皆さんいつものポーズいきますよ。知ってますよ。右手を胸に当てて、せーの、はい、リクシル。この食材を使って今日は何を作っていくんですか。今日は、はい、このリクシルのリシェルという商品を、はい、実際に使って、はい、フレンチトーストを皆さんで作っていきたいと思います。美味しいのがいいですね。美味しいのがいいです。ちなみになんですけど、はい、私はレシピを知ってます、はい、なので口は出すんですけど、はい、実際に料理していただくのは皆さんも参加が見えると頑張りましょう。美味しくなるか美味しくならないかは次第となる、はい、ということでぜひよろしくお願いします。わかりました。頑張って作っていきます。はい、はい、じゃあ実際に作っていきたいと思います。はい、皆さんキッチンで料理する前に最初何やりますか。手を洗います。はい、手を洗います。はい、はい、いきます。あれあれあれ、何やってるんですか。なんでこうやって出るんですか。え、いつものハンドパワー見せてくださいよ。いいですか。はい、手で洗います。すげえですね、やっぱりタッチレスでしたっけ。すごい、あるぞ。すごい、手洗います。すげえな、やっぱタッチレス。ありがとうございます。どうぞ。はっ。絶対子供やるね。やりますね、これ。めっちゃ楽しいね。でも2日だけ。そうですね。絶対。はい、手洗いました。洗いました。じゃあ今日フレンチトーストに添えるまずオレンジを切っていきたいと思うんですけど、はい。はい、オレンジ切る人。はい。はい。お願いします。お願いします。まずこれボール置いてあるので、はい、ボールでオレンジを軽く洗って皮ごと使いますんで、はい、はい、あ、皮ごとですね。はい、水切ってください。これはどちらがいいとかってあるんですか。あ、別にこっちで大丈夫ですか。はい、お、やっぱりそう、下に置くと腰かがめますよね。かがめます ね、 ね、で、はい、不衛生じゃないですか。はい、こういうの使ってください。おー、はい、どうぞ。かゆいとこ、いただきますね。ほら、腰もかがめなくていいし、バッチリ、衛生的にもいいですね。はい、はい、ありがとうございます。下の収納にちょっとこう展示用なんですけど、はい、ナイフ、果物ナイフをちょっと用意してますので。あ、こちらですね。で、はい、はい、で、実際のオレンジを輪切りで切っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ、こちらの作業用の天板に切ってください。はい、まな板とかは。あ、ここ、展示のキッチンなんで、まな板とか置いてないんですよね。はい、はい、ってことは、ってことはそのままいっちゃうんじゃない。いっちゃうんじゃない。この上でいいんですか。見てていいですか。やっちゃいましょうか。いっちゃいますよ。どうぞ。本当かよ、本当にだ。いいですか、いっちゃいますよ。はい、下気をつけてよ。あ、当たってるよ。おいおい、あ、やばいやばい、黒いじゃない。まあ、くし切りですね、それね。あ、輪切りに。大丈夫です、どうなるかはトビアイラさん次第なんで、どうなってもいいです。輪切りが良かったんですね。なんでも大丈夫です。輪切りだよね。あ、でも1個いいんじゃないですか。1個じゃ、うん、だってパケットまで残り2つは輪切りにします。あ、今、え、大丈夫ですか。勝ったよ。勝ったじゃん。え、
大丈夫大丈夫大丈夫ですか。だからまないんだって。あ、すいません、これしつこい。でも実際は大丈夫なんですよね。まあ全然もうセラミックトップはね全然大丈夫です。ギーギーやってくださいギーギー。言っていいんだって言うんですって。ギーギーやってくださいギーギー。あ、マジかよ。あ、本当に全然大丈夫です。本当だ。なかなか難しいですよね。あ、こうだ。やー、食べたいな。まだ待ってください。何センチぐらいの脇切りがいいですか。いやちょっとよくわからないですね。細かくて、はい、どうするかはあなた次第です。まあ、全部切んなくてもいいですよ。はいですか。はい、しかもだいぶ多くなかったから。そしたらキッチンの隅っこに飾りみたいに、飾りみたいにおしゃれに。はい、ここですね。実はこれ人台とかステンレストップだと、はい、この汚れってビヨーンって伸びてくるんですよ、はい、なかなか拭き取れないんですけど、拭いてみてください。セラミックトップだとサクッと。はい、すごい。逆にタオルがすごいってことあるんじゃない。タオルは普通のタオルですね。あ、紙ですか。紙の。あ、すごい、すごいね。本当に傷が全然ついてないですね。すごい、すごい。しかし、そしたら次は OK ですね。オレンジ、はい、ありがとうございました。じゃ続いてトッピングのナッツを砕いて、はい、いきましょう。はい、はい、ここにナッツがあるので、はい、袋に入れて、はい、さっきここに袋を用意したんですけどなくなっちゃったので、あ、あったここに、はい、食べたい分だけ入れて、はい、OK です。はい、シャモジで叩いて潰してほしいですよね。はい、注意してね。はい、好きなだけどあ、はい、しまったね。結構粉々ですね。これの力でしょ。粉々にするかちょっと粗めにするか、はい、お任せです。はい、はい、どうぞ。これしょ。あ、気をつけてください。でもやめろとしましたよ。いやー、四十肩だから。これなんかこれでやっぱ力が出ないな。なんですけど、これ、はい、何やってんすか。今叩きましたよね。叩いてないです。叩いてないです。ごめんなさい、僕の勘違いです。今叩きましたって言いました。え、難しいよ、大丈夫。
バターを溶かして、染み込ませて焼く、焦げ目をつけるみたいなイメージで大丈夫です。はい、はい、バターの量はお任せです。お任せ。たっぷり。たっぷりです。たっぷりですね。なので、それはもう。はい。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、ガツンといっちゃいましょうか。はい。よいしょ。いいですね。いい量ですね。きました。いいと思います。はい。はい、どん。スイッチをつけます。pH ですね。10ぐらいですかね。はい、連動します。あ、すごい。すごい。トングはどこにしましたかな。あった。はい。ありがとうございます。バターがうまい感じに溶けてきたら、これを全部突っ込んでですね、はい、絡めてください。わかりました。そこに砂糖を大体スティックで僕買ったんで3本ぐらい入れてほしいですよね。はい、はい、3本。はい、砂糖ここにあるので、ここですね。はい、砂糖ここにあるのでね、ここで、はい、これは召し上がったかね、開ければいいんですか。はい、開け方はどうやって開ければいいんですか。開け方っていうか、そうですね、砂糖はこの中に入ってるんですけど、まあ、うまいこと開けてもらう。召し上がった。ちっちゃくなってね。これはお手伝いしましょうか。お願いします。実はですね、こんな調味料類になってまして、はい、右側に砂糖が、あ、これですね。はい、それ全部出してください。はいはい、照明つけるね。すごい。あ、いい匂いがしてきましたよ。どうやって開くんでしょう。あ、すみません。こんな感じが違ったな。あ、いい匂い。付け係ましたかね。付け係お腹空いた。じゃあ焼いていっちゃいますね。あれ、カメラさん、何やってるんですか。焼いていきます。匂いがしてきましたね。全部入れちゃった。はい、入りそうです。それはいらないです。砂糖いきましょうか。砂糖をもうここにかけて。はい、どうぞ。はい、焦がしちゃってください。はい、焦がしちゃう。はい、砂糖は白いからカロリーがゼロです。って言ってました、ね、テレビ。誰が言うにされてました。白いものは全部カロリーゼロだ。全部入れていいらしいです。入れちゃいましょうか。じゃあお皿を用意するんですけど、はい、3枚、1人3枚、3枚、はい、綺麗に置いていただきたいと思います。はい、1人3枚ずつ盛ると4つくらいになるので、はい、ここに盛り付けを。1人3枚を4つってことは12。3つずつ、はい、持たなくていいですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、セラミックだから大丈夫です。もうズリズリやってください。ズリズリ、はい、全然大丈夫です。3つ
綺麗にね。綺麗に。はい、ください。はい、これ300万ですよ。300万。キッチン。まあ後で両方買い取っていただくので全然問題ないです。はい。社長。大丈夫ですよ。3個が4皿ってことは10人。確かに。盛り付けをしたいと思うんですが、はい、ちょっと待っててくださいね。はい、待ちます。あ、出ます。スペーダーに混ぜてください。真ん中だよ、普通。あ、そういうことか。そうなんです。もう溶けちゃうので、自分でもう好きなようにトッピングしてですね。あ、じゃメープルになっちゃった。メープルだろうが、ブルーベリーだろうが。そうしてもらえばいいんじゃないですか。で、ナッツとかも、はい、ナッツもわーっとやって、そしたらもう控え室に行って食べてください。はい、まずは食べてから考えましょう。美味しいね。はい、では控え室に行こう。はい、では料理が終了しました。ありがとうございます。出来上がりを早速見ていただきましょう。はい、こちらです。美味しそうにできましたね。食べたい。もうちょっと待ってくださいね。はい。はい、じゃあこの後みんなで美味しくいただきたいと思います。はい、はい、大来ホームではこちらの YouTube はもちろん、公式 LINE、Facebook、Instagram、はい、やっておりますので、ぜひ登録をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この動画も高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いします。またお会いしましょう。さようなら。